僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組よみたんラジオ、この番組は読谷村商工観光課、体験王国紫村ほか各社の提供でお送りします。お日様、僕らのことを待っている。繰り返す毎日の2018年5月4日金曜日、観光情報番組よみたんラジオ、本日ナビゲーターを務めるのははじめちゃんこと山内はじめでございます。皆さんおはようございます。まあゴールデンウィークもう終盤というか終盤ですよね。もうね、あのね、おととい今ね中盤と言ってたんですけどね、もう、まあ、この連休がね入っちゃうともう終盤という感じになると思いますが、まあ今日含め、まだ3日間、残っているので、いろいろとね、お出かけしたりね、まあ、旅行で、旅行でね、まあ、これから行くっていう方もねもしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。まあ、いろんな長期のお休みを取れる、ね、まあ、日本人が取れるって言っていいですね、数少ない期間だと思いますのでね、なので、まあ、これを利用して、出かけるっていう方はね、とても多くいるでしょう。でこちら、ね、読谷村でもね、いろんな、ね、このゴールデンウィーク、ね、イベントだったり、ね、があります。で、フルゲンとかね、のイオンか、イオンさんとかはねまた、イベントっていう形で、いろいろと企画されてたようですね。その他にもねやっぱりこちら紫村でもね、本日はね紫村の日ということで、まあ、紫村のね、インフォメーションもあるのでね、紫村さんのね、まあ、イベントあるいはねこの体験をね、まあ、中心にご紹介していくわけですが、いろいろと読谷村でも体験なり楽しめることところはいっぱいありますよというところでございます。つい、まあ、数年前といっても結構あれですけど、まあ、私がね20代前半ぐらいの時はね、あまりね観光というイメージがね、私の中で自身の中ではこの読谷村の観光施設っていう形でねちょっとねそんなに疎かったんですよね。まあそれがもう今となっては多くの観光施設あるいはですね、まあお店だったりっていうのをね、求めてというか、多くの方が来られていると。これ考えるとやっぱりね、どういうふうに
この観光業とかね、いうのをね、これからまた伸ばしていくのかっていうのもね、次のステップにね入っているんじゃないかなというふうにね、私個人的にはね、まあ、思っております。まあ、番組をね始めたきっかけっていうのもね、まあ、任せられたきっかけもあってですね、この観光に対してのね意識もね高くなってまいりましたがね、そろそろまた新しいね、形のね観光っていうのがね、ここ読谷村でも起こるんじゃないかなってね、ちょっと期待している限りでございます。さあちょっとね抽象的な話で終わってしまいましたがね、本日もね1時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあここで本日のドライビングナンバーですね、まあ沖縄もう暑いです完全にね、夏に向かって、進んでいるんじゃないかというふうにね、なっておりますのでね、まあ、夏にね、ちなんだ曲をねおかけしたいと思います。本日お届けするドライビングナンバーは月明子お二人様。
本日お届けしているドライビングナンバーは決命してお二人様でございますね。まあラップとね、まああったかなね、まあフレーズとっていう形でね、まあ決命詞のね、特徴的なね、あ決命詞だなって思うね、ナンバーかと思いますのでね、まあ夏に向けてはねぴったりじゃないかなというふうにね私は思いますけどね、皆さんいかがでしたでしょうか。本日お届けしたのは、決命詞お二人様でした。続いてはお天気。それでは本日5月4日の沖縄の天気概況と予報をお届けしたいと思います。沖縄地方は湿った空気の影響で曇っており、弱い雨の降っているところがありますということでございます。読谷村ではですね、まあこの雨っていうのをね、見当たらなかったんですが、まあ、降っている地域があるかもということですね。4日は、沖縄本島地方と大東島地方、湿った空気の影響で、初め曇りますが次第に高気圧に覆われて晴れるでしょうということで、まあ、もしかしたらね、朝方の段階でね曇っていたんじゃないかなというふうに思いますけどね。本島中南部本日の天気ですが、北東の風晴れ時々曇り、波2メートル後 1.5 メートル、あやっぱり北寄りの風なんですね。ちょっとね朝はね、風が冷たいというふうにね、感じておりましたが、北東の風が吹いているということですね。降水確率は、午前中が 10%、 午後が 0%、 日中の最高気温は25度ということになっておりますね。現在、ですね、読谷村の、気温ですが、9時5分現在、21.4 度、湿度は 54%、北東の風ですね、こちらも、ね、4.5 メートルという形で、観測されておりますね。まあ、ちょっとね、肌寒いかもしれませんけどね。まあちょっとこれも普段じゃね、日中ね、太陽が上がればまた、過ごしやすい観光日という形でしょうか。あ今もね、外は結構太陽が顔を出しているのか、光ね日光強くなってきておりますね。紫外線対策などもね、十分注意していただきたいと思います。さあ本日ね、読谷なんでも調査団 CM 明けでございますが、紫村さんのね、情報をね、お届けしたいと思います。その後に大気王国紫村情報という形で、本日紫村尽くしという形になると思いますのでね、ぜひメッセージもねお待ちしております。それでは一旦 CM。
観光情報番組よびたんラジオ、時刻は9時16分を回ったところ。この番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールアドレスが FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp でございます。いろいろとね、まあ夏休み、あ失礼、夏休みじゃないゴールデンウィークね、なので、お休みの方もね、ゆっくりラジオを聞いている方いらっしゃるかもしれませんのでね、そういった方メッセージ送っていただきたいなと思います。それでは本日は読谷なんでも調査団、このコーナーに入ってこれをお届けしたいと思います。読谷なんでも調査団、読谷なんでも調査団、どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団のコーナーでございます。本日ですね、まあ、紫村さんのね、まあ、体験イベントをね、ご紹介しようかなと思っております。どういった体験かといってですね、スクリーン印刷、はて何ぞやという形ですね、印刷という形でありますが、まあ、ちょっとこのスクリーン印刷どういったものかっていうのをご紹介しつつ、なんと面白い方ね、こちら紫村にはねいらっしゃいますよ。まあ面白い方、あとすごい方って言った方がいいですかね。それではお聞きいただきたいと思います。どうぞ。読谷なんでも調査団、はじめちゃんでございます。本日私は久々に紫村の園内にお邪魔しております。お隣に来ていただいているのはこの方です。お名前お願いします。はい、スクリーン印刷を担当してます国吉と言います。よろしくお願いします。はい、ね、園内の天使館という場所でね、はい、このスクリーン印刷の T シャツ、はい、オリジナルの T シャツを、体験してもらいます。オリジナルですからですね、自分のオリジナルを書いてもらってそれをプリントするわけですね。ここにもありますが、子供さんでもできます。ここは文字を書いてますね。でこちらは子供さんがそのまま絵柄を描いてるわけですね。これを組み合わせて T シャツを完成を目指すわけですね。はい、もし見えるようでしたらこちら既製の版もありますから、これも組み合わせて結構です。はい、この T シャツ作りの体験をスクリーン印刷と言います。なるほど、これをずっとやってます。はい、はい、で何年ぐらいやられてるんですかこちら。あ、ここはもう6年ですか。6年やってます。6年やってると、はいはい、もうベテラン中のベテランですね。6年でベテランですか。まあベテランですね。ベテランですね。はい、でね、私ちょっと噂を聞いてね、本日はねこの国吉さん訪ねているんですよ。何やら国吉さん、うん、まあ、うん、沖縄ですごいことを、まあ、沖縄代表としてすごいことをしたというふうに聞いた。はい、思い起こせば30年前ですね。あの金ちゃん仮装大賞っていうのがあったんですね。はい、あの頃は金ちゃん仮装大賞って日本テレビ、日本テレビ、はい、沖縄では放送されてなかったんですけど、多分 RBC 琉球放送で多分日本テレビさんからテレビ買い取って放送してたんだと思うんですね。はい、でこれは結構有名だったそうです、全国的にはですね。はい、で沖縄で初めて予選をやろうと、はい、ね、今まで本州ですね、北海道から もちろん四国九州も含めてやったんですが、はい、沖縄は初めて予選が行われたわけですね。なるほど、これが30年前で、で、私はそれに目をつきまして、私のグループですね、はい、友達ですけど集めて、じゃあ参加しようと、あのテレビで何度も募集の宣伝がかけてましたから、で、RBC にその日に自分の作品を持って、あのもちろん最初予選はありましたけどね、はい、あの書類審査ですね、はいはい、その書類審査の OK をもらって、で RBC に予選に行ったわけですね。はいはい、その際に、その際、沖縄から2組が参加したわけですね。はい、私たちはその1組ですね。はい、いや向こうのスタッフもびっくりしてますね。はい、というわけで、うん、沖縄で初めてですね、まあ、金ちゃんの仮装体操に出られた方ということになりますね。でその際に、うん、全国で募集をかけると100名単位で来るって言うんですよ。はいはい、沖縄、まあ、初めてのこともありますけど2組しかなかったんですね。うん、じゃあそのうちの1組ということで、はい、でお情けか何かしら選挙の
じゃあこの2組とも OK をもらいまして、はい、で本戦参加ということになったわけですね。で結果は、結果は優勝したんですね。はい、というわけでございます。なんと金ちゃんのね仮装大賞で優勝したメンバーの一人ということですよ。そういうことです。もうこれ今映像とか見ることできるんですかね、うん、まあ CD は、まあ、一応自分で作って持ってますけど、持ってますけどということですね、はいはいはい、ところどころね映像を挟んでねもしかしてお届けしてるかもしれませんが、はい、まあ、その時の、うん、金ちゃんとも写真を撮られた。あ、もちろん記念撮影がありますね。これは全員に向こうから送ってくるんですね、はい、テレビ局からですね。メンバー10名でやったわけですね、はい、メンバー10名で、当然みんな大騒ぎですから優勝したということで、もう凱旋という形で沖縄に戻ったわけですね、うんうん、これ作品はどんな作品をしたんですか。東京ドーム生中継っていうんですけどね、はい、これもちょっと時代がそうなりますが、東京ドームができた時期だったんですね。あ、はいはい、読売ジャイアンツの、はい、うん、で東京ドームですから上に一番上にカメラを乗せて上からカメラを、ね、はいはい、球場全体を映すっていうのが初めてテレビで出たんですよ。あ、なるほど。それを踏まえて野球の風景なんですけど、はい、上から見た風景にしたんですね。あ、上から見た風景、はい、これは実際ね写真とか見てもらうと意味わからないかなと思いますけど、我々はちょっと横向きになって上から写してるっていう感じの、近いのが多分野球版だと思いますね。そうそう、野球です、野球です、ね、野球版のピッチャーがいて、そうそう、キャッチャーがいて、そう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 、バッターがいて、あと残る人はボールの役です。ボールの役ボールが向かっていくとそう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 、あの頃またストロボアクションというのがありましてですね、はい、ボールの軌跡がテレビに映ったんですよ、はいはいはい、一時期ですね、はいはい、一時期それを真似てボールの役を手袋にボールをつけてただ見せるだけですけど、パッパッパッという形で、そうそうそう、イメージできてますよ。そうですね、そういう感じ。それが、まあ、三振とか打ったとかいう形になっていくと、最後はキャッチャーフライっていうのがあるんですね、はい、キャッチャー、バッターが振ると風船が飛び出してくるわけですね、はいはい、当然上から見た形ですから観客からはこのボールがどんどん大きくなっていくわけですね。あ、遠近法、なるほど、分かりますね、はいはい、遠近法でこれが落下するときはもちろんまた小さくなっていて、これをキャッチして終わり、ゲームセットという形で、ゲームセットという形で、うん、そこのシーンはもう、うん、はいはい、仮想これで、うん、満点を取ったわけですね。素晴らしいですね。もしかしたらね、中にはね、これを見たという方がね、いらっしゃるかもしれませんのでね。30年前ですけど。30年前ですけどね。最近のものはですね、スマホで再生されてるんですよね。はい、だからさすが古すぎるのか、載ってませんね。載ってないということですけどね。でもね、まあ、こちら紫村の天使館来られたね、国吉さん、ね、はい、もう金ちゃんの仮装大賞で優勝した方がね、いらっしゃいますので、はい、ぜひね、皆さん、ね、そういったお話も聞きながらね、こちらお越しいただきたいと思います。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、お聞きいただきましたね、まあ、こちら紫村園内の中にね、天使館という場所がありますが、そちらでね、体験のスクリーン印刷、まあ、T シャツ作りですね、そちらをやられて、まあ、担当されている国吉さんにね、お声いただいてきましたが、まあすごいですね、まあ、スクリーン印刷の話もね、したいんですが、まあ、なんといっても仮装大賞金ちゃんの仮装大賞に、ね、沖縄で初めて出て、ね、2組出場したうちの1組のチーム、こちら確か28回か9回ぐらいですかね、出場されてたのが、そちらの金ちゃんの仮装大賞ね、東京ドーム生中継というねタイトルで出られて見事優勝という形でございます。素晴らしいですね、まあ、ちょっとね私も当時の映像を少し見させていただきましたがね、ね、時代を感じるね映像でしたが、やっぱり審査員の方がね、この最後の、ね、風船、遠近法という形で、ね、国吉さんも言ってましたがキャッチャーフライをですね、まあ、カメラに向かって上からね、頭上から見下ろしている、まあ、画面なので、キャッチャーフライだとそのままねカメラに向かってボールが上がっていくと、そのため、遠近法という形でボールが大きくなる、それをね風船で見事に表現したということでね、これがあったからこそもう満点
まあ、優勝できたというふうにね、まあ、アイデアとリアリティをね、求めたことがね、この審査員の心に突き刺さったという形でございます。結構ね、いろいろと、まあ、すごい人がやっぱりいるんだなというふうにね、思いましたのでね、ぜひね皆さんもこちら、ね、読谷荘お越しの際紫村の園内入っていただいて、国吉さんって言いますかということでね仮想大賞に出た国吉さん訪ねてみてください。本日お届けしたのは、紫村スクリーン印刷 T シャツ作り体験、国吉真嗣さん、あ、正嗣さんのね、インタビューでした。読谷スポーツインフォメーションというわけで、この時間はですね、読谷村の、ね、スポーツコンベンション情報をね、お伝えしたいと思います。本日ね、お届けしたいのが、まあ、来週以降になるんですが、5月のですね14日からでしたかね、14日から19日ですね、トヨタ自動織機シャトルズということでね、ね、スポーツキャンプ男子のですね、ラグビーのね、方々がまたね読谷荘にいらっしゃるということで、ちょっとねそのお知らせで、また気になった方がね一人いたので、ご紹介しましょう。ポジションがねウィングバックですね、山下はじめさん、ね、私と同じ名前なんですよね。ニックネームがホイということでございますね。粒あんカステラちゃんぽんが好きで、ネバネバ系辛い系が期待ということでね、選手の中でもね、面白い方、まあ、私もね同じ名前ということで共感できる方いらっしゃいましたので、皆さんもね、名前でねまず見てみて、選手注目してみてはいかがでしょうか。スポーツ情報でした。あなたも沖縄を体験、紫村情報。
体験王国紫村情報。華やかな王朝時代を築いた15世紀頃の街並みを再現してある場所、32の工房、その中に101の体験ができる場所を完備してあるのが体験王国紫村でございます。本日もこの方来ていただいております。おはようございます。おはようございます。体験王国紫村、国吉潤です。よろしくお願いします。はい、国吉さんにね、来ていただいておりますが、まあ紫村さん今もあれですよね、忙しいっていうかね。そうですね、まあゴールデンウィークということで、ゴールデンウィーク、はい、ゴールデンウィーク、紫村のゴールデンウィークとしては2日目、中日、中日、はい、確かに中日ですね。中日という形で、はい、来ているという形で、まあこの3日間ですね、3、4、5、ね、開かれてるイベントがあるんですよね、はい、そうなんですよ。今年もやりますということで、今年もやります、はい、毎年やってます。そうなんですよ。今年3回目になりますけども、ミニミニ運動会っていうのをですね、はい、紫村のゴールデンウィークといえばということでやっておりまして、昨日無事に、ちょっと天気昨日悪くて、そうですね、ちょっと雨、ちょっとだけね、はい、雨降ってしまったんですけども、無事に開催しました、この運動会ということで、まあ雨天結構したと、はい、本日はなんと素晴らしい運動会日和ですね。はい、本当にね、午後も降水確率はゼロ、いいです ね、 ね、日中も 10% ですので、ほとんど心配しなくていいと、はい、いうことで、なので思いっきり、昨日はもう雨降ったのでちょっと場所を変えて、あ、なるほど、はい、屋根のついてる、場所でやったんですけど、はいはい、今日は予定している外でね、はい、まあ、お隣の方になると思います、広場になると思いますけど、はい、そちらでやると。昨日は何名、はい、そうですね、初日ちょっと天気も悪いなっていうところで心配したんですけども、ですね、午前の部、午後の部で、はいはい、午前の部が18組でしたかね。あ、結構そうなんですよ、結構いたんですよ、結構いたんですね、はい、ね、そうなんですよ。で、午後も、まあ、ちょっと減ったんですけども、まあ、8組、あ、そうですね、8組9組ぐらいで、はいはいはい、やりまして、はい、非常に雨の中でも盛り上がりました。そうですね、はい、結構この、まあ、18組、まあ、27組くらい、そうですね、ね、はい、約30組弱の方々が、ね、いらして、まあ、午前午後に分かれて楽しまれたということですが、はい、もう、まあ、3回目ということもあって、なんと東京からリピーターの家族も来るという、この素晴らしい運動会がですね、だんだん、はい、なるほど、なんか盛り上がってきてるなっていう、ちょっと本当にスタッフ一同嬉しかったですね。そうですね、はい、ね、やっぱりね、初めてね、はい、こちらでやられる方っていうのがほとんどだと思うんですけど、うん、そうですね、ね、はい、また来ましたっていう言葉はね、そうなんですよ、もうちょっとね、同じ種目しかやってないけどとかいろいろあるんですけど内部的にはただ去年もうやりましたって元気にね、男の子が、はい、来て、でほとんどはまたゴールデンウィークなので地元の方々も多いんですけども、まあ、地元の方々は初めてですっていうところからですね、なんと東京からリピートしてくれたと。いいですね。でも、まあ、同じ種目をやることによって、また、ね、子供たちが、1年ぶりですので、はい、1年ぶり、ね、去年の自分を超えてるかどうかっていうね、はい、いいですね、また、はい、競う目標ができてるという形ですね。すす、はい、まあ、小学生とかね、ぐらいのお子さんのお連れのファミリーの方はね、ぜひ参加していただきたいんですが、はい、種目はどういった種目が今年も、はい、こちらですね、ミニミニ運動会、まず、種目がまあ4種目あってですね、はい、これで、まあ、1、2を決めていってですね、で点数をつけていきます。それで、上位の、優勝、準優勝という形で1、2、3位まで決めるんですけども、まあ、この運動会自体は参加無料で、はい、参加無料、そうなんですよ、無料で皆さん参加できますので、していただいて、ただ1位になった暁には商品も準備しておりますので、はい、そちらもですね、皆さん目指して、競いやっていただきたいんですけども、第1種目目が、ベニーモタル特異競争という、沖縄らしい、あんまり言うたらしい、パン食い競争がよく皆さん、ね、おなじみだと思います、まあ、オーソドックスな運動会では、はい、それのですね、ちょっと変わるベニーモタルと食い競争ですので、当然イメージ通りベニーモタルトがこの走っていくコース上に吊るされてますので。何個くらいあるんですか、これ。あ、これですね、あれなんですよ、ちょっと人数によってこのグループ分けをして、はい、そのグループごとにやるので、最大5名、5組で
1つ1回目のレースをやるんですけど、はいはい、まあ、この種目は代表1人出してくださいねという形で出てきてもらって、それで用意どんで、このベニボタルトを当然手を使わず口で加えてですね、そしてゴールまで戻ってくると。あ、その場で食べたらダメ。あの、まあ、戻ってきてでそこで、ゴールで終わりではなくて、まさに今言ったように、しっかり封を開けてですね、美味しくいただくと。あ、そして最後まで食べたチーム選手が一番になりますよという競技ですので、ただ早く走って早く加えて早く戻ってきたから1位というわけではないと。あ、ちゃんと食べ終わって、うん、結局最終的にはみんな同じあのラインに立つんですけどね。そして一生懸命、食べていただく、食べていただく、美味しくですね、ね、はい、喉がカラカラの状態で食べて、ね、当然ちょっとあのお水もですね準備してありますのでということで、はい、ですのでね、そういう競技でなってますね。でその他に、はい、万歩計競争。そうですね、万歩計競争、こちらはですねまたまあ、ミニミニとつくぐらい小さくやってますんで、大きく競争はできないということで、まあ、万歩計をつけてですね、そのフィールド内で、まあ、時間1分間の時間で、はい、まあ、動き回っていただいてどれだけ歩数を稼げるかという競技になってますね。万歩計が、1個、1人1個つく。そうです、これも代表1人 の, 選手出てきてもらって万歩計をですね装着していただいて、それで用意どんで一生懸命その場で、一生懸命ダッシュしている方もいますし、ぐる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 回ってる人もいますし、そういう形でどういう動きをすれば万歩計歩数稼げるかで、それぞれ作戦をですね使って、それで結果、皆さんの歩数を測って一番稼いだ人が勝ちと。勝ちということでですね。なのでここはまあ別にお子さんでも大人でも、そうですね、はい、出てきて、昨日本当におばあちゃんとかも出てきましたので。あ、おばあちゃん、はい、年配の方も出て、そうです、問題ないです、問題ない、はい、腰やましてないですね、大丈夫です。大丈夫。ただ終わった時にはもうみんなハーハーしてますよね。まあそうでしょうね、はい、普段ね使わない筋肉をね、はい、このイベントのために使っていると言っても過言ではないかもしれませんのでね。はい、はい、であと2つありますが、ドキドキ水風船キャッチ、はい、こちらは新種目です、今年から追加しました。ですよね、去年はちょっと聞かなかったなと思う、はい、ドキドキ水風船キャッチということで、これはまあ2名代表出てきてもらって、はい、それで、まあ、ほんと名前通り水風船をですね、この我々が決めた一定の距離で、はい、お互いにキャッチボールをしてもらうという、キャッチボール、そうです、せーので相手に投げていただいて、でそれをうまくキャッチすれば大事、セーフというか、でこれ終わってしまうと、脱落というかですね、あれといって、それで長く続けられた方が1位になるという。あ、じゃあまあ一回という形で、そうです、みんなで一斉に投げてキャッチします、うん、それでみんなが OK であればじゃあ次2回目いきますっていう形ですね。あ、なるほどね、はい、まあ時間制時間がね結構うまい方が集まるとちょっとそうです、長引く競技になるかもしれませんね、はい、ただですねこの距離はある程度どんどん伸ばしていきますんで、あ、なのでだんだん難しくなるんですよ、難しくなっていくと、はい、そういうことです、はい、なので、あ、これはねちょっと面白い、うまく、まあ、今年からそうです、そうです、入ってる、なので風船キャッチ、注意書きに多少小さくですけども載ってますね、はい、種目によって水に濡れることがありますということ、ご了承くださいってありますので、ね、決して文句言わないように濡れてもいい格好でね、はい、まあ、運動をしに来てるのでね、運動着みたいな形で来る方も、ね、いらっしゃると思いますけどね。あと、まあ、最後に後ろ向き、はい、こちらはもう運動会といえば花形の、はい、リレーをですね、リレーですよね、ただまさにミニミニで小さいですので、普通に走ったらですねすぐ終わってしまいますので、そこを、後ろ向きで走っていただく、後ろ向きでね、意外に楽しいんですよ ね, これ ね, そうですね、はい、これね大人の方も結構楽しいと思いますよ。もう昨日の選手の皆さんは、子供たちはもう入場石畳で練習してましたから後ろ向きで走っている子供たちがちらほらいましてちらほら言ったと、ただ打てのために後ろ向きリレーは中止になったんですけど、あ、なるほど、はい、残念ながら、これはね残念でしたけど、はい、まあ、今日で、ね、開催されると思いますのでね、はい、まだね、受付は9時からですね、はい、今受付を、はい、開始している、開始しているということでね、で10時45分までね、こちら紫村さんに入っていただいて、園内の方ですかね、はい、そうです、園内の方で受付して、で午前の部が11時から、まあ、大体1時間半ぐらいですね、競技、そうですね、時間ちょっと作っていただいて、はい、でまた午後も、15時 3時からですねやりますので、まあ、午前ちょっと定員なり次第ちょっと受付は終わるんですけども、また午後にも
参加してもらえればなと思います。はい、で午後の、受付が、1時から開始しますので、はい、1時からまあ15分前の、2時45分まで受付という形ですので、ね午後、ね、予定が決まってないという方もね、こちら紫村来ていただいて、はい、運動会やりましょう、皆さんでね楽しめるイベントとなっております。その他にもですね、このゴールデンウィーク体験でいろいろな体験が、はい、おすすめの体験ができてますね。そうですね、紫村通常、いろんな体験をですね、提供してますけども、もちろんまあこの機会にですね、いろんな地元の皆さんも観光客の皆さんも含めてですね、いろんな体験をやっていただきたいんですが、ゴールデンからさらにこのゴールデン期間、昨日からの 3,4,5 明日までですね、限定の体験っていうのもですね、また各工房さんから、提案上がってきてますし、さらにはちょっと通常の体験が、料金がちょっとお安くなってお得に体験ができたりとかですね、そういう形で、今回この3日間限定の体験も、出てますので、ぜひ料金も本当に500円からできるような体験も、そうですよね、はい、今回500円っていうのがね、あるんですよね。ありますので、まあ、時間もね、まあ5分で終わる、まあ、ものもあるんですけど、これ乗馬体験一人乗りだったり、はい、あるいはね、コースター作り、はい、今日ね先ほど読みあの何でも調査団でも紹介しましたが、天使館で行われてますね、はい、瓶型コースター作りね、トートバッグにスクリーン印刷体験という形でね、今日は国吉さんの、はい、あのそうですねマサジさんの話をね、私ちょっと流したんですが、ね、マサジさんにも会いながらね、トートバッグに、スクリーン印刷という形でねできますし、はい、ね、その他にも、まあ2人でシーサー色付け体験、素焼きとか、若獅子とかね、はい、チンスコー作りもね、自然学校さんとかでもあると、いろいろとね、結構また本当に安くなったっていう。そうですね、まあ、手頃に、はい、手頃に、やはりゴールデンウィーク子供たちみんな連れて遊びにお父さんお母さん来ると思いますので、やっぱりね一人にかけれるご予算みたいなのもあると思いますので、うん、それをちょっと手頃にですね、まあ、みんなに体験させて、もらえたらなというふうに思いますし、はいはい、まあ、ゴールデンウィークね、もうまあ、中日という形で ね紫村さんで中日のね、まあ、ミニミニ運動会のみならずですね、さまざまなね、ゴールデン期間限定の体験もできるということでございますのでね、ぜひお越しいただきたいと思いますね。ジュンさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。何か言い残したことありました？ぜひあのゴールデンウィーク、まあ、天気もいいので、まあ、海の方にも行かれると思いますけども、 そのついでにでも紫村読谷村に立ち寄ってもらえたらなと思いますので。そうですね、はい、またイケメンのジュンさんも見ながらね、あ、向こうではゴールデンウィーク係、はい、やってますんで、あの僕も運動会の方にいますので、あ、運動会の方に参加するということです、はい、ぜひ来てください。はい、連想レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。連想レンタカーラジオドライブマップ、
このコーナーは沖縄県レンタカー協会三助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーでございます。レンタカーお帰りの観光客の皆様、沖縄県レンタカー協会発行の沖縄ドライブマップね、受け取ったかと思います。行きたいスポット早分かり、簡単安心分かりやすいマップコード付きでございます。またね、レンタカー安全運転マニュアルという形でね、こちら沖縄県の、まあ、交通情報もね、載っております。まあ、観光誌ということもあって表紙見開き開くとすぐレンタカー沖縄ドライブマップ特典クーポンもいっぱいついておりますよ。入場料が安くなったりね、いろいろと観光地で使えるところがあります。こちら紫村さんでももちろん使えます。でこちらですね、開いていくとドライブではここに注意ということでね、駐車場での事故に注意ということでね、まあ旅行なのでね、沖縄に来まして事故起こしたあるいはねあったというとね、まあ楽しい思い出がなくなっちゃいますのでね、ぜひね、まあ自分も注意するし、まあ相手の周りもね、注意していただくという意味でもね、また自分から注意しましょうね。一時停止などをちゃんと守りましょう。運転中の携帯電話は禁止。カーナビの操作は安全な場所でという形で、ね、安全な場所なんですけど、皆さん安全って言ってね、道の真ん中でね本当にやらないでくださいね。止まったりしてからねたまに見かけたりするのでね、そういったことは絶対やらないようにしてくださいね。各地各エリアの、ね、情報も詰まっております。こちら読谷村はページの18ページ31ページ記載されております。チェックして遊びに来てください。以上ラジオドライブマップのコーナーでした。観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時49分になったところ、ここでメッセージご紹介したいと思いますよ。ラジオネームジンベエザメさん、はい、おはようです。ジンベエザメです。紫村でミニミニ動物園があるって、ラジオで言ってたけど本当ねっていう形で来てますね。あのね多分ね、ミニミニ運動会をね言い間違えただけだと思いますよ。ミニミニ運動会なら知ってるけど、あ知ってるじゃないですか。その名の通りいろんな種目があって、見に行っても楽しいイベント。ああうまいですねジンベエザメさんね。見に行っても楽しいイベントだよねということでね、確かにそうですね。まあ、受付ね間に合わなかった方も、あ方っていうかね、まあ、間に合わない人ももしかしたらいるかもしれませんけどね、応援という形でね、見に行くのもとてもいいんじゃないでしょうかね。先ほどご紹介したね、まあ、後ろ向きリレーだったりね、ベニーモタルトグイとかね、競争あるいは、ね、万歩計とかね、まあ、今年から始まった水風船のキャッチ、ね、こちらもね、面白そうですよね。なのでそういったことをねやっていただければいいかなというふうに思いますけどね。お今はもうファミリーの方ね、こちら紫村に入っていきますが、もしかしたらミニミ運動会参加される皆さんかなという感じですね。この時間からやっぱり受付時間ということでね結構増えてきておりますね。また本日も盛り上がりそうでございますね。ジンベザベさんもねぜひね、応援に来てあげて、あるいはね参加してみてはいかがですか。はい、もう一つ浜ちゃんさん、はいはい、はじめちゃんおはようございます。おはようございます。いよいよ今日千葉の方に帰ります。あ今日帰るんですね。沖縄時間本当にあっと、まあウチナータイムですね、本当にあっという間に過ぎてしまいました。また今度沖縄に来るときゆっくり読谷村観光したいですね。またユンタクしましょうということで、はいね、いっぱい喋りましたね浜ちゃんだとね、なのでね最後の方にはね、もう一回感じので
話になってましたけど、ね、またね、お互いネタを仕込んでね、おしゃべりしたいと思いますね。またね、帰ってきてくださいね。はい、メッセージありがとうございます。こいつ、福岡からですね、ありがとうございます。草原のマルコさん、ありがとうございます。はい、内容が。はじめちゃん、おはようございます。沖縄晴天なんですね。昨日は全国的に嵐の一日でしたよ。友達がミニミン運動会去年参加したと言ってましたが、ベニーモタルト競争があるんですか？あるみたいですよ。パン食いならわかるんですけど食べたいです。他にいろいろ教えてくださいね、ということでね、先ほどもねちょっとご紹介しましたが、リレーだったり後ろ向きリレーだったりね、水風船キャッチで万歩計競争というね、まあプラス、このベニーモタルト、ね、グイ競争っていうのがあって4種目で、競うという形でございます。草原のマルコさん、ぜひね、もうちょっとね福岡からは遠いかもしれないね、先ほど言ってる東京からね、リピーターが来られたということですのでね、これはねやっぱりジュンさんもおっしゃってましたけど、スタッフのみんな嬉しかったということでね、私たちもね、この同じですよ、県外の方からやっぱりねメッセージいただくとねとても嬉しく感じますのでね、またメッセージで、気が向いた時にでもお願いいたします。さあ、お時間あっという間の観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、体験王国紫村ほか各社の提供でお送りしました。明日はあけぽんさんが担当、日曜日は私はじめちゃんまた担当しますのでね、ぜひお聞きいただきたいなと思います。本日はこれでバイバイです。